セサル・ファビアン・デルガド・ゴドイはアルゼンチン・ドサリオ出身の元同国代表サッカー選手。現役時代のポジションはフォワード攻撃的ミッドフィールダー。ニックネームのチェリとはマルセロ・デルガドのニックネームエル・チーロに由来する。2001年に地元の CA ロサリオセントラルからデビュー。2003年にメヒコ・プリメイラ・ディビシオンの クルス・アスルに移籍すると、2003アペルトゥーラでは16試合に出場して8得点した。2004クラウスウラでは21試合に出場して8得点を上げた。アペルトゥーラ2004では15試合に出場して6得点した。2008年1月8日、移籍金1100万ユーロで、フランスリーグアンのオリンピックリオンに移籍。1月20日の RC、ランス戦でデビューした。 2009年10月21日 UEFA チャンピオンズリーググループリーグのリバプール FC 戦では85分にリサンドロ・ロペストの交代で途中出場すると91分に決勝点となるゴールを挙げた。リオンがイングランドのクラブに勝利したのはこの試合が初めてであり、リオンはリバプールを抑えてグループ2位で決勝トーナメント進出を決めた。 2011年6月10日、メヒコプリメイラディビションの CEF モンテレーに移籍。2011から12シーズンのコンタカーフ、チャンピオンズリーグでは2連覇を果たし、2012年12月には日本で開催された FIFA フフクラブワールドカップに出場した。2016年8月にドーピング検査で陽性反応を示し、1年間の出場停止処分を課された。 翌年8月18日、プリメーラシーの CA セントラル、コルドバデロサリオへ加入した。2003年にアルゼンチン A 代表デビュー。2004年にはコパアメリカに出場して1得点した。同年8月には U-23 アルゼンチン代表としてアテネオリンピックに出場して金メダルを獲得した。2006FIFA ワールドカップ南米予選にも何試合か出場したが、 負傷の影響で 2006FIFA ワールドカップ本大会に出場するメンバー入りを逃した。ありがとうございます。